はい、どうもケイジです、今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、まあ、寂しい、オルゴールの BGM から始まったわけなんですけども、前回の続きです。で、これまでのお話、はい、神秘のゴブレットに満たされた創世の魔力により大魔王の残した結界は消し去られた。奈落の門を開こうとする大魔王を止めるため、門を目指す者は心を試されるというハルシオンの忠告を胸に刻みつつ、勇者姫アンルシアとケイジは悠久の回廊へと踏み込んでいったということで、アンルシアどこ行ったんだろうね、そういえば。はい、ということで、悠久の回廊に来てます。で、前回はエテーネの村とカジノ、はい、スーパービップカジノに、なんか迷い込まされたわけなんですけども、まあその誘惑を断ち切って、また悠久の回廊に戻ってきてるわけなんですけども、その続きということになります。はい、この先には今度は何が待っているのかということで進むんですけども、前回と同じサポート仲間さんは、リーマさん、賢者、刑事兄、僧侶、刑事旅芸人となっております。メインキャラと、兄キャラを連れてきてます。自分のキャラですね。それと普通にサポート仲間としてお借りしたリーマさんということになります。前回から続けて録画しているので、サポート仲間は前回と同じです。はい、ということで行きましょう。早速宝箱がある。お、賢者の聖水3個、嬉しい。宿屋がないからね、配信前に一応ね、あ、ここ敵とか出てこなかったっけ。配信前に一応聖水でね、MP とかはみんな満タンには、したんですけど、ここは出てきそうだな。来るか。あ、来た。うわぁ、魔法系か。こういうの嫌だな。ギガスラ連発するか、じゃあ。よし、ナイス。まだいる？あ、いるね、一匹ドルマージュは。ケイジン、ザラキ、嘘でしょ。あぶねえ、ザラキされるところだった。次は何が、なんかあれみたいな、パワースポットみたいになってるけど、おお、びっくりした。こんな感じだったっけ、出現の仕方こんな感じだったっけ。ハゲオタ、うわ、いてこの野郎。よし、うわ、ハゲオタか。
ガネシャエビの先。うわ、またハゲ音だ。全然攻撃できてね、俺。全然攻撃できて。はい、ナイス。ナイス。オッケー。びっくりした。パワースポットだね。さて、どんなところに出るんでしょうか。アンルシア、いらっしゃい刑事。いらっしゃいってなんだよ。ちょうどあなたに会いたいと思っていたところなの。どうした？ちょっと場所を変えていいかしら。テラスに出て風に当たりながら話しましょう。どういうこと？なんだそのちょっとなんだそのちょっと照れた感じ。なんだそのちょっと可愛いぞ。話とは。いや、アングルおかしい。アングルチラチラ見えてるから、アングルおかしい。今更って思うかもしれないけど、一度あなたにちゃんとお礼を言っておきたくて。ああ。刑事、私はこれまでに何度もあなたに助けてもらったわ。最初はミシュアと呼ばれていた時だけど、大きな手の魔物にさらわれた私をラスカと一緒に救いに来てくれたわね。あ、懐かしいな。そして私の記憶を取り戻すために何が起きるかもわからない記憶の世界の中にまで飛び込んでくれたわ。まあね、勇者の記憶を封じてしまったのは他の誰でもない私自身だったのにね。気にすんなよそんな。あなたがいなかったら私はミシュアのまま死んでいたかもしれない。本当にありがとう刑事。いやいや、もういいって。いいからマデサゴーラ倒しに行こう。私にとってはあなたこそが勇者。いつでもそばにいてくれて私のために戦ってくれる勇者。同じようにあなたのことを思っている人が他にもたくさんいるんだからね。え、みんなで一緒に暮らさない？どういうこと？なんだよそのバッグのお花、バッグのなんだ、カラフルなバラがいっぱい咲いてるけど、どういうこと？そのための場所も用意してあるの。行きましょう刑事。は？え？おい、いやちょっとルンルンしながら歩いてる場合じゃ。え？刑事さん、ねえ、刑事さん起きて。寝てた。あ、夢だったのか。いつの間にか深い眠りに落ちたようだ。刑事は目を覚めた。あ、よかった。夢だったわ。よかった。お、リゼロッタ。久しぶり。リゼロッタ、なんでこんなところに。いや、ここはどこだ。っていうか、ここはどこだ。何？刑事さん、ずっと一緒に暮らせるなんて夢みたい。いや。え？は？ちょっと何言ってんのかわかんないけど、私に妹じゃなくてお兄ちゃんがいたらあなたみたいな人がいいなってずっと思ってたの。いや俺そういう趣味ねえから。私のことも妹を呼ぶみたいにリズって呼んでくれていいわよ。ねえちょっと呼んでみてくれた。いや俺はやっぱ年相応な女性の大人の女性が
あ、フーラ。刑事様、本当に私たちと一緒に暮らしてくれるんだよね。暮らす？暮らすってどういうこと？私いっぱい頑張るよ、刑事様のために。なんだってしちゃうんだから。いやいや、ちょっとエロい意味に聞こえるからやめてくれる、そういう言い方。あ、マイユ。あ、刑事さん、やだ、恥ずかしくなってきちゃった。いやいやいや、何が。よかったら隣に座ってください。ふつつかものですが、よろしくお願いします。いやいやいや、おかしい。ふつつかものですが、いや、結婚する前の人が言うセリフだから、それ。結婚する人が言う。え？それで、私の名前を呼んでくれたりすると嬉しいな。なんて。いやいやいや。おかしいよ、まゆちゃん。何言ってんのかちょっとわかんない。何言ってんのか。あ、セラフィーいるわ。セラフィー聞いて、みんなおかしい。あ、刑事さん。私、あなたのそばにいたいな。いやいや、あなたを優しく癒してあげたい。何言ってんだよ。だからずっと私とここで暮らして。ね、いいでしょ？いや、じゃねえよ。俺も。おかしい。どういうこと？あ、ルシェンダ様聞いてください、みんなおかしい。うおー、ルシェンダ様、あのひいおばあ様、何をなす、ひいおばあ様、よろしくお願いします。いや、何がよろしくだよ。俺もおかしくね。刑事よ、私はもうそなたを導く賢者ではない。これからはそなたが私を導いてくれ。いやいや、言ってることおかしいです。そなたは私をどう変えてくれるのかな、楽しみだよ。ふふ、いや、ふふじゃねえし。はい。じゃあ準備 OK ですか。行きますよ、ルシェンダ様。そういうことじゃねえから、おかしくねえ、ほんと。どうなさいました、皆さん。あ、ルナナ様、下僕の刑事でございますよ。あら、刑事、これからは私があんたのために毎日おいしい料理を作ってあげるわ。は？料理なんかできるのかですって。文句言うとカビ団子食わせよ。やっぱりそういうノリなんだね。あなたのために毛玉の料理職人のとこでちゃんと料理していいのね。ブクリポって言ってください、ちゃんと。心配する必要なんてないの。そうなんですね。マスターポシェルのとこ行ったのかな。マスターポシェルだっけ、あの調理職人のね。なんだよここ、南の孤島じゃねえか、南の島の孤島じゃねえかな。おかしくね。あそこにいるのはアンルシア。あら、どうしたの刑事、もしかしてあそこにある小舟が気になる。 いえ。ならいいの、あなたと私たちさえいれば他に何もいらないわよね。まあそうだけど。じゃあ、俺のサブ、このサブキャラの実況も、今回で終わりになります。はい。僕はここで、みんなと、ハーレム、このハーレムの島で暮らしていくので、皆さん、短い間でしたけど、実況楽しんでいただいてありがとうございました。サブキャラ刑事の実況は今回でおしまいです。僕はこの島で、今後も幸せに暮らしていきたいと思います。そういうことじゃねえよ。あら、どうしたの刑事、もしかしてあそこにある小舟気になるよ。脱出するよ。あの小舟に乗ればこの島から出ることができるけど、私たち置いて出て行ったりしないわよね。いや、僕には大魔王マデサゴーラ、あのカジノおじさんを倒すという使命が。そんなひどい。
ね、考え直さない、私たちのことなんか忘れてずっと私たちとここで暮らしていきましょう。いやだ。そう、これだけ言ってもあなたの心は変わらないのね。ここまで来れたあなただもの、どんな誘惑にも負けず先を目指すのだろうと思っていたわ。私たちはあなたを引き止めるために作られたただの幻。なるほど。でもみんな、あなたと縁のある、あるいはこれから縁を結ぶ人たちよ。あなたという運命に導かれてここに現れたの。遮なさい刑事、あなたは多くの人の未来が託されていることを忘れてはなりません。危ない危ない、色と欲望に埋もれるところだったわ。本当危なかった。でもちょっと後悔してる自分がいるというね。ちょっと後悔してるかな。びっくりした。いや、こんな演出だったっけ。びっくりした。お前らほんま、ちょっとほんと出現方法を出現方法をわきまえろ。ほんとダメージ。わあ、メカバーンも出てくんのか。回心ガード、よし。あ、MP もまずい。MP もない。うわ、痛恨が。あ、でもこの鬼コンボ弱いな。ナイス、これで終わり。オッケー。さて、これからボス戦かな。
全回復するところあったっけ。まあいいか、行こう。これからボス戦かな。本当はボス戦行く前にもっとアンルシアをレベル上げとかしておきたかったな。あ、もうこれ怖いもんね。これ怖い。ほら、子供がほら消えるんだよ。怖い。向こうにいる。ほら、アンルシアの子供の時のアンルシアが歩いてるけど消えるんですよ。怖い。鳥肌立つ。いた。ちょっと成長してるアンルシアが、また消えた。お、宮殿。アンルシアが、はい、消えたけど、ここには王様とスタンプおじさん言っちゃってる、アリオス王とあのユリアヒとトーマもいるわ。じゃあ俺ここに座ろう。はい、はい、そうですね、僕もそう思います王様。いや、そういう場じゃねえから。はい、で、こっちか。アンルシア、あ、刑事、よかった、あなたも無事にここまでたどり着けたみたいね。は、なんとかあなたたちの誘いを断って、あなたたちの誘惑に負けそうになりましたが、なんとかここまで来ましたよ。途中ファルシオン様の言っていた奈落の門を目指す者の心を試すといういろいろな誘惑があったけど、あ、アンルシアにも誘惑があったってことね。私は立ち止まっていられない、前に進まなきゃと思って振り切ってきた。お、偉い、さすが。でも最後に私は子供の頃に戻って城にいたの。ああ、そこには優しいトーマ兄様も。なるほど、さっきのね。ずっとこのままでもいいんじゃないかと思ってしまった。その時よ、急にあなたの姿が見えたの。私はあなたを追ったわ。あ、逆パターンで俺が出てきたわけか。そのおかげでここに来ることができたの。あなたが私を導いてくれたのよ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう刑事、大魔王、それにトーマ兄様がこの先で待っているはずよ。うん、あなたの姿を目にしなかったら私は誘惑に負け永遠に悠久の回廊の中をさまよっていたかもしれないわ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう刑事、うん、はい、よし。これ全回復のとこはあったかな。まだ全回復があったかどうか気にしてるけど、ちょっと、まあいいや。聖水、全回復があったら聖水無駄になるけど、まあいいや。仕方ねえ。回復しとこう。よし。聖水いっぱいあるしね。うん。
主やもん。トーマ、うわあ、頭から落ちたぞ今。まがいものの勇者の力ではそれが限界のようだな。やはり本物の勇者の力でなければ奈落の門の封印は破れないということか。まあよい、ちょうど待ち人が来てくれたようだからな。わあ、アシュラみたいな。よくぞ参られた勇者よ。要は大魔王マデサゴーラカジノおじさん、カジノおじさん、魔族の王にして創世の女神への挑戦者。そなたにはぜひ我が世界創造のための協力者となってもらいたかったのだ。さあ共に手を携え奇跡を成就させようぞ。何を言ってるの。私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。うん、やはり理解してはもらえんか。勇者といえど所詮は神の作った道具、芸術を介する心は持ち得ぬということだな。それならそれでよい。道具に理解を求めても無意味なことよ。要はただより優れた道具を求めるのみだ。さあ、まがいものの勇者トーマよ。そなたの妹が世に協力してくれるようにそなたからも説得してやってくれ。あ、トーマ。トーマ兄様。アンルシア、ここまで来るとは強くなったのだな。さすがは真の勇者だ。だがお前がいくら強くなったところで大魔王マデサゴーラ様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それよりお前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うことなど何もない。また兄弟ともに助け合っていこう。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから。勇者として大魔王はここで倒します。ならば お前は私の敵だ。我が王のためにお前を倒し主の意に従わせてみせよう。兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かわしい限りよな。だがこれも偉大なる創造のため、トーマよ、世の道具として最後の役割を果たすがよい。トーマ兄様が相手でも私は引くわけにはいかない。刑事、あなたも力を貸して。ということで強いでいきます。アンルシアのレベルは40です。はい、あれから王家の迷宮行ってないからね。せめて45ぐらいまでには持っていきたかったな。ここまで来るときに。
まずい、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 まずい。ホイミお願いします。チャージアークショー、ナイスショー、カイブサギリ、うわトーマ素早いな、全然当たんねえ、全然当たんねえ、俺体勢下げられてるのか、みんな下がってるのか、ということであれば守りの盾でも、もう黄色くなってるな、黄色くなってる、刃、ああ全然当たんね、ギガブレイクならいい、よし、なんだなんだ、何するつもりだ、直線攻撃、よし超早ぶさ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 、赤くなってる、赤くなってる、よしチャージダック、チャージダック、やらすか、逃がすか、おお僧侶の必殺が、やった、兄ちゃん、兄ちゃん必殺が倒した、よっしゃ、塔までこんな感じということはいけるかな、塔まとてすでに我が眷属、その程度の攻撃で滅びはせぬわ。うわあもう。大魔王の呪縛から解放して差し上げます、うートーマが、うわあ世の狙い通りになったようだな、あーそういうことかそういうことかって、あー俺知ってるわねストーリー、そなたの放った勇者の技の力はトーマの肉体に吸収させてもらったぞ、まずい、これで奈落の門が、これならば、まがいものの勇者であっても奈落の門に施された封印を破れるだろうよ。ただし、一度限りの使い捨てになろうがな。やめて。我が主の思い、思しめすままに。な、卑劣な、そんなことはさせない。もはや勇者など無用の長物、不要な道具は処分せねばなるまいな。大いなる闇の根源よ、古き契約に従い世に力を与えたまえ。うわ久しぶりに見た、ネルゲルの時以来だ、あそっか、ネルゲル倒した後のムービーはカットしたからね。
世は世界を望むままに作りし作り変えよう。勇者よ、世の偉大なる創造の礎として奈落の底に果てるがよい。そう、このマデサゴーラを倒した後のムービーも配信禁止なんですよね。それ先に言っときます。まあ今日倒せるかどうかわかんないけど、強いで。はい、新刃レンジボール。守りの盾や。守りの衣来た。ダンルシアがカメハメハを出したら攻撃。カメハメハを出したら攻撃。レンジボール。ショック。よし、いいタイミング。今来た。はい。カメハメ出して。カメハメハ出して。出して。はい、よし来た。今慌てんな、俺慌てんな。ナイスナイスナイス。刑事アンレンジボール、レンジボール。ケージンデドス、デドス。よし、アンルシアネンジボール、アンルシアネンジボール。必殺、ケージアンに怒り。アンにどこ、アンにどこ、アンに向こうか。アニデドス、よし、今チャンス。この次の攻撃は癖である。レンジボール、よし、 OK。 次のマダンテ来るよ。マダンテ、マダンテ、マダンテ、マダンテ。アンルシア突っ込むな、アンルシア突っ込むな。波動、波動、波動、こっち、こっち。よし、リーマン、レンジボール。アンルシア、レンジボール。アンルシア、こっちに避けてきた、こっちに避けてきた。アンルシア、てめえ、この野郎。巻き添えするんじゃねえよ、巻き添えするんじゃねえよ。ケージ、レンジボール、レンジボール、レンジボール。あ、闇の衣来た、闇の衣来たよ。この間に守りの盾とかやっておく。でビッグシールドとか掲げた。その間に、うわ、まずい。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。はい、今のうちに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 、チャージタックルとかどうでもいいけど、どうでもいいけど、攻撃の高いものを今のうち、超早ぶさぎ、超早ぶさぎで、今のうち、今のうち、攻撃を、攻撃を、もう終わりか。失気症。今ネジボール、今奇跡の雨が効いてる。どうでもみんな、オッケー、ナイス、奇跡の雨。波動、波動、波動、波動。俺か、仕方ない、俺だけ、俺だけ波動。全然色変わんねえな。あー、やっと変わった。ロスアタ、ロスアタ、ロスアタ、ロスアタ。あ、魔力回復、マダンテ来るね、マダンテ来るね、マダンテパターン来た、マダンテパターン来たぞ。これケージデドス、ケージデドス。
刑事犯人デドス。あ、チャージタックルはちょうどあるわ。そろそろ学んでるか。闇の衣か。刑事ネジボール、ネジボール。出して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 、早くカメハメハ、早く出して出して出して、はい来た。今今今今今今今ギガブレイク3300。よし、赤くなったぞ、赤くなった、赤くなった。ちょっと待って、コマンドで、コマンドで、チャージタック、間に合わねえ、間に合わなかった。あ、でも俺だけか、よかった、俺だけ。そう、せっかくチャージタックル取ってたのに。はい、親愛は。あ、そっか、今闇の衣か、失礼。はい、カメハメ早く、カメハメ早く、早く、カメハメ早く。よし来た、ナイス。やっぱ素早さがないからコマンド出るの遅いな。闇の衣またか、お前闇の衣大好きか、お前。刑事犯人怒り怒り怒り。アンルシア死んでたのか、アンルシア早く。あ、お祓いお祓いお祓い、兄ちゃんにお祓い、兄ちゃんにお祓い。危ない危ない、うわー死んだ、このタイミングで俺が死ぬ。うわ、魔力回復しやがった。刑事犯人事故で、よし今、早く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 、ギアブレイク、何でもいいから早く攻撃攻撃。よし倒した、よっしゃー。アングルおかしい、アングルいやらしい、本当アングルいやらしい。アンルシア足綺麗だな。勇者よ、これで勝ったつもりか。世の野望は今まさに達成されようとしているというのに。兄様、開いた。創世の霊覚よ、絶大なる力よ、世の望みに応え、世の望むままにその力を灯するがよい。
ほんの一部でもこれほどの力か。霊覚の力を手に入れることが叶えば、世の創造は必ずや創世の女神を超えよう。世界は世の望み通りに作り変えられ、世は新たなる創造神と称えられるのだ。見るがいい、世界の改変を。創生の霊覚の力なの？なんて恐ろしい。でも私は負けない。うわぁ、ぐはははは、こんな姿を見ても立ち向かってこようとはなかなかにけなげではないか。だがこの歴然たる力の差を前に何とする。嫁になんてことを。うかは、これは手加減が過ぎたかな。次はもう少し強めに行くぞ。させる、させるか、この野郎。ええみたいな。おお、面白い。ありがとう刑事、もう大丈夫よ。私は絶対に負けない。いい顔だ刑事。あなただってそうでしょう。私にくじけない勇気を示してくれたのはいつだってあなただったもの。あなたが私の盟友でよかった。二人ならどんな強大な敵にだって立ち向かっていける。勝てるって信じられる。威勢の良いことだが、世の作りし世界ではそなたの勇者の力など何の役にも立たんぞ。世はこの絶大なる力をそなたたちを使って試したいのだ。くれぐれも簡単に壊れてくれるなよ。はあ、これ無理だろうな、無理だろうな。無理だろうな。これ呪いとか毒とかないと、本当せめて呪いガード、麻痺ガードとかないとダメだもんね。全然ないもん、耐性が。俺耐性が全然ないもん。刑事と刑事兄キャラはね、 なんとなく耐性あるけど、ダメだろうな。俺耐性ねえもんな。強いでいきます。でもとりあえず強いでいきます。さあ、刑事に怪しい瞳。うわぁ、もういきなり寝かされたわ。ナイス盾ガード。起きた起きた起きた。ゲット。とりあえず守りの盾デドス、デドス一発の威力でどのくらい。デドス、うわぁ結構削られるな。ケージにデドス、ちょっと待って、ちょっと待って、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 よしよし。あ、違う。やいば。怪しい瞳、寝る？寝てない。よし、ナイス。
デドス、デドス、俺に来る、俺に来る、俺に来る。耐えきれるか。よし、ナイス、奇跡の雨か。ナイス。兄、ジゴディ、兄、ジゴディ。とりあえず賢者を命大事にしておいしようかな。まあいいか、いいか。よし、第二段階加速する世界ということで、はい、チャイザークル、とりあえず。よし、ナイスショー、ナイスショー。新刃、刃入りません。メラガイア、メラガイア、うわー、当たった。うわー、マジか。ナイス盾ガード、ナイス盾ガード、ナイス盾ガード、ナイス盾ガード。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。敵の動きを見ていこう、敵の動きを見ていこう。ナイス盾ガード、ナイス盾ガード。盾ガードだけは一丁前、盾ガードだけは一丁前。動かねえぞ。ああ、よし、次の段階。早いな、早いな。いけるんじゃね、これもしかしたら。いけるんじゃね。悪い効果にかかりやすくなった。ここで守りの盾が生きてくる。ここで守りの盾が、守りの盾に頼るしかないぞ、これ。チャイザック、チャイザック、はいはい。うわ、タックルかね、アショックになってる。攻撃力下げた。よっしゃ、よっしゃ、ナイス。超早くさ、終わりに帰った。ナイス、会心、ナイス、会心。もう混乱してる、混乱してる、混乱してる。ギガブレイク、シャオラ、うん、どう、誰、俺か、俺、俺、俺タゲ、俺タゲ、俺、俺、俺、はいはい、俺だけ、俺だけ、俺だけ。もう一回守り入れとこう。よし、早いな、早いな、早いぞ、なかなか展開が。状態異常、会心と暴走。シールド、浮上の一気か。あ、これで最後かな。じゃあ浮上の一気とかが来るってことはこれで最後。よし、やいば、はい、入りません。ラウンドインパクト、ナイス。連続ドロマド、まずい、これはまずい、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 世界中の歯、はい。うわ、あ、でも俺だけだ、死んだの。よかった、よかった、よかった、よかった。あ、賢者、あ、僧侶が、兄ちゃんが、兄ちゃんが、でも天使が効いてる。よし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 、黄色くなってるぞ、マジサゴーラも黄色くなってる。強いな、やっぱ。でも強いな。帰らせるの。座をしてるね、座をしてるね。何でしょう、何でしょう。
守りの盾しよう。マダンテか、マダンテ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 、どこまで行く。守りの盾だけは忘れないようにしよう。毒毒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 、消した。あ、消したね。オッケーオッケー、アンルシアもすぐ生き返らせてる。はい俺何もしないで見てるだけじゃん、見てるだけじゃん。よし、ナイス。その間に毒毒毒毒毒毒、兄ちゃん毒、はい、毒消えた。あ、俺じゃなくて誰か毒消してくれた。よし、アンルシアに攻撃させよう。アンルシアに攻撃させよう。ギアブレイク、魔力回復。マダンテの時に絶対チャージ。あ、チャージダックル溜まってねえよ。次なんだ、次なんだ、攻撃しようとしてる。よし、入った。やばい、マダンテ来た、マダンテ来た。よし、みんな避けた、オール避けた。よし、赤くなった、赤くなった。これいけるんじゃね、いけるんじゃね、いけるんじゃね。誰か毒受けた、毒受けた、毒毒毒毒毒。あ、すぐ消えた、毒。よし、ナイスナイス。うわ、いってえな。どう、魔力回復したぞ。またマダンテ来るよ。マダンテ準備した、入ったよ。守りの盾だけは忘れずに、守りの盾だけは。チャージか、あー間に合わねえ。そうか、マダンテの時にタックルするんだった、忘れてた。でもタックル入んねえもんな。うわー、嘘でしょ。ケイジンザオリク、はい、よしよし、みんな生き返ってる、生き返ってる。よしよし、いいぞいいぞ、あと俺だけだ。いける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 。連続ドルマドンが痛いな。うーわ、もう嘘でしょ。うーわ、嘘でしょ。あとちょっとだったのに。くっそー、あとちょっとだったのに。くっそー、悔しいな。まあ聖水じゃなくて世界の僧侶。直勝、悔しいな。もう真っ赤になって、赤くなってからだいぶ攻撃してたのにね。だいぶ攻撃してたから、まあ、あとちょっとで絶対倒せてたのにね。ここに入れってことか。あ、ここだ。わ、そしてトーマからだよね。イベントスキップします。はい、トーマからだよね。ちょっと本当時間かかるだけなので、最後のマデサゴーラ、今からトーマと普通のマデサゴーラと覚醒したマデサゴーラと戦うでしょ。3戦あるでしょ。
最後のマデサゴーラだけ強いでいきます。もうトーマと普通のマデサゴーラは倒してるのですいませんけど、もう弱いでサクサクいきますね。サクサクいきます。最後のマデ覚醒したマデサゴーラ、最後って言っちゃったけど、覚醒した第二形態のマデサゴーラだけ強いでいきます。早く早く、よし倒した。 OK、 早い早い。じゃあサクサクいこう。はいはい、サクサクいこう。次はカジノおじさんで、カジノおじさん、はい。次は弱い、普通のマゼサゴーラは弱いで、ナイス倒した。よっしゃ、よっしゃ、はい次。さて、はい、これは強いでいきます。これは強いでいきます。強いでリベンジいきます。はい、作戦で、すいません、作戦で、すいません、賢者を、命大事にする、賢者を命大事にする、はい、ね、新刃、事故で死ぬかな、俺死ぬの、俺死ぬの、死ぬの、ビッグシールド、ナイス、ビッグシールド、ビッグシールドと守りの盾、守りの盾はまだいらないか、守りの盾は最後だけでいいのか。あ、でも混乱とかあるからね。チャージタックルはまだいいよ。ダメージ入んねえな。怪しい瞳？寝る？あの人は寝る？寝ない。よし、ナイス。ナイス。ナイス、武器ガード、デドス、デドス、デドス、あ、奇跡の雨は効いてるからね。よし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 、いいぞいいぞ、はい、そろそろ第2ステップじゃない、第2セクションじゃない、そろそろ、まだ、デドス、デドス、よし来た、燃焼速度と行動速度が速くなった、加速する世界、はい、相手もってことだからね、敵もってことだからね、何つうの、メラガイやね、 OK、 刃入ったぞ、ナイス、痛恨縦ガード、痛恨があんのか、ちょっと痛恨があんのか、会心ガードじゃん、コンがある、守りの盾はいいとして、ビッグシーズへの、よし次何する、次何する、メラガイアね、よしギアブレイク、俺の方向いてる、刑事アニン連続ドルマドン、これがね、痛い、連続ドルマドンが痛い、
替えて1回戦。これは仕方ない。まあ一人だけが死ぬとかならいいんだけど、親愛はメラガイア、メラガイア、ナイス。奇跡の雨が効いてる。よし、今与えるダメージが少ない上に奇跡の雨も効いてるから。でもやっぱよし、賢者さんを命大事にしてる分だけちょっと時間が前回よりかかるね、かかるね。でも仕方ない、仕方ない。全体的な攻撃力が落ちてるのは仕方ない。誰も何も受けてないね。痛い。あ、でも大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。必殺チャージしたぞ、必殺チャージした。何する。俺が狙われてる、俺が狙われてる。じゃあ必殺かましてしまおう、かましてしまおう。さすが守り、守りの盾、さすが守りの盾。波動か、俺が狙われてる、俺が狙われてるんならやってしまおう。地上の一気か。誰か何か受けた、受けてない、受けてない。もう一回守り入れとこう、なんか不安だ。慎重に行こう、慎重に、慎重に行こう、慎重に行こう。毒とか受けてない、受けた。はいはい、しびれてる。誰か突っ込んでくれりゃいいのに、突っ込んでくれりゃいいのに。次何する、よし。何ああ、はいはいはい、刃入れたい、刃入れたい。大丈夫そう、 OK。 浮上の息、よし。あ、ナイス、キラポン、サンキュー兄ちゃん、キラポン、サンキュー。よし、最終セクションかな、これで。次、混沌。会心と暴走、これが怖いんだよね。会心が来るってことは、会心ガードでもいいのかな。連続ドラマのこれね、連続できた時になんとか奇跡の雨が効いてる。よし、何するつもり、何するつもりか。連続ドラマのちょっと待て、あー間に合わなかった。リーマンザオル、黄色くなったぞ、黄色くなった、黄色くなった。よし、ナイス会心、ナイス会心。連続ドラマの、待て待て。よし、ナイスショック。ああ、ドラマのが出た後に、まあでも今ショックが効いてるから、ショックが効いてるから。世界中、世界中、アンルシア、ナイス、いいぞいいぞいいぞ。マダンテ、マダンテ、マダンテ来るよ。守り
盾と刑事よく死ぬな刑事頑張ってよ。こういう間の浮上の息もいやらしいな。毒消した、あ呪いか、毒も消して。回復お願いします、お願いします。俺何がかかってねえんだ今、何がかかってビッグシールドはかかってねえのか。自分にケアリーかけてる。はい、じゃあお払いもしてる。よし、あーまた毒が固まってちゃ連続あれにやられるよ、うわ、しびれた、麻痺だ、しかも毒呪い、これはまずい、みんな耐性が、やった、必殺、よっしゃ、ナイス兄ちゃん、よっしゃ、毒、とりあえず毒を消す。毒を消す。毒消す。うわ、また浮上の息が来た。毒消す。あっし、痺れた呪われた。魔力回復。マダンテ、勝手にやってろ、勝手にマダンテやってろ。まずいぞ、みんな MP が踏んで、MP がなくなってきてる。うわ、また浮上か。毒は一通り消えたので賢者の聖水をまず俺赤くなってるで、旅芸人じゃない、僧侶か、ナイス盾ガード、よし、みんな一回マダンテ来るよ。サポート仲間、マダンテ避けてくれるからいいね。固まっちゃまずいって。もうドルマドンとか来たら一発で終わってしまう。そうよ。僧侶に。いらさない、アルシアの MP ってまだあるね、全然あるね。浮上の息、毒消し、あ、だ大丈夫、誰も受けてない、よし、 OK、 アルシアが、よしよし、ナイス、一個ぶち込んどこ、ギアブレイク、必殺チャージ来たけど、必殺とかチャージタックルいけるか、なんかチャージだ、よし今のうちに必殺ぶち込んどこ、
しゃあ、ほら倒した、よっしゃすいません、よっしゃいけた、強いで強いでいけたぞ、絶対いけねえと思ってたのに、94,276、よし、倒した後は、倒した後のムービーは配信禁止なので、一旦録画を止めたいと思います。はい、こっからカットします。To be continued, version 3。 いよいよバージョン3か。はい、導きの盟友、大魔王マゼサゴーラを倒し世界に平和をもたらした者に贈られる称号。郵便箱にアリオソーから何か届きました。はい、郵便箱に魔風剣碑から、ああそっか、邪神とかもここで解放されるのか。大魔王が倒されてアストルテアにはかけがえのない穏やかな時が流れた、訪れた。そこでわしは決めた。アストルテア中の王を集めてこの平和を祝い讃える6種族の祭典を開催しようとな。もちろんアストルティアを救ったそなたにはゼガヒでも出席してほしいと思っておる。だがその前にあれが片付いておらねば始まらぬ。そう、スタンプカードじゃ。実はそなたのスタンプカードの特に重要な項目に光桶の汁を塗って、光るようにしておいた。さあわしにスタンプカードを見せてみよう。はい、スタンプカード。刑事をとても残念じゃ。そなたはまだスタンプカードの引っ張っておる項目が完了しておらんようだな。はい、全然やってないです。はい、新たな物語を始めるにはスタンプカードの光る項目のクエストを全てクリアしている必要があります。ただしまだクリアしていないこれらのクエストを一時的にクリア扱いにする、みなしクリアの状態にすることもできます。はい、これ以前僕案内間違えてスタンプカードの光ってるところなので、アストルティアの外伝クエストとかもやらないとダメなんですよみたいな話をした後に、今のは間違ってましたみたいなテロップで、みなしクリアにすることで、9月ぐらいからだっけ、去年の秋ですね、みなしクリアにすることでバージョン3のストーリーを始められるようになりましたよと。なので、クリアする必要は、必須ではありませんみたいなテロップで動画の途中に出したと思うんですけど、そのテストは申し訳なかったです、本当にごめんなさい。でそれがみなしクリアで、今までは光るところを全てクリアする必要があったんで、今はする必要ありません。こうやってみなしクリアにしてくれるので、はい、みなしクリアにすることで今すぐ新たな物語、いにしえの竜の伝承、バージョン3のことですね、を始めることができます。みなしクリアを実行するには機能の説明を確認する必要があります。詳しい説明を確認しますか。いや、もう説明は省きます。はい、スタンプカードの収集はこの世界を平和に導くとても大切な使命、光る項目を完了した時こそ6種族の祭典を開催するにふさわしかろう。新しい物語を始めるまでの冒険のお導きに冒険ガイド機能を表示しますか。はい、表示しますよ。はい、冒険ガイドを表示するようにしました。作戦のシステム設定、冒険ガイド設定がいつでも、はい、さて気を取り直してスタンプカードを見せてもらうとしようか。うん、どうやら新たにこなしてきたクエストはないようだ。スタンプ押せなくて残念。1枚のカブツ、はい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 。ということで、みなしクリアにするには大臣に話しかける。はい、
ついに大魔王が倒され、この王国に平和な日々が戻ってきました。そのためアリオス王が何やら大きなことを計画されているようですぞ。まずはお話を聞いてみてください。あ、大事に話しかけるんじゃなかったっけ。あ、これ説明を聞かなきゃダメなのか。実行するには説明を確認する必要があります。なるほどね、はい、説明じゃ。みなしクリアはスタンプカードの光る項目のクエストを一時的にクリアした扱いにする機能です。今すぐ新たな物語を始められますが、2つの点についてご理解ください。1点目、みなしクリア状態のクエストは受注やリプレイをすることはできません。すでに受注している光る項目のクエストもみなしクリアの状態になることで受注する前の状態に戻るのでご注意ください。一定の地点まで新たな物語を進めることでみなしクリアの状態は解除されます。2点目、みなしクリアではスタンプカードにスタンプは押されません。スタンプカードの褒美を受け取るにはみなしクリアの状態が解除されてから改めてクエストクリアする必要があります。以上ご理解いただいた上で、まだクリアしていない光る項目のクエストをみなしクリアの状態に設定しますか。はい、設定します。未完了の光る項目のクエストをみなしクリア状態に設定しました。なお、みなしクリアを使用せずにクリアしたことのある光る項目のクエストもしばらくリプレイできなくなります。はい、光る項目をすべて完了しておるとは素晴らしいな。いや、完了してないんですけど、インチキしました。それではこの招待状をそなたに託そう。刑事はアリオス王から祭典の招待状を受け取った。すでにクリアしている光る項目のクエストがリプレイできなくなり、新たな物語が始まりました。会場はグランドタイタス号だ。1階エレベーターよりグランゼドーラ号へ下り、船員ウーゴにその招待状を見せるがよい。祭典では盛大な舞踏会を催そうと思っておる。楽しみにしており、刑事。さて、気を取り直してスタンプどうしてもスタンプカード、そんなに見たいの俺のスタンプカード。何もやってませんよ。大臣に話しかけるんじゃなかった。違うか、はい、よし。はい、ということで、冒険ガイドが、新グランゼドーラ校にいる戦員ウーゴに招待状を見せて6種族の祭典に出席しようということで、こっからバージョン 3.0 バージョン3なので、今日のところはここまでにしておきます。で、郵便が届いたみたいで、なんで郵便確認してから終わろうかな。で、バージョン1のネルゲルの時と同じで、バージョン1のラスボスネルゲル倒した後に、宿屋のコンシェルジュに行くとルーラストーンが1個もらえたわけなんですけども、バージョン2のマデサゴーラ倒した後も同じです、バージョン2のラスボスなので、ルーラストーンがもらえます、はい、なのでルーラストーンももらいに行きます。はい、ということでラッカラン。まずじゃあ、コンシェルジュに行くか。まあ、いや、先に郵便に行くか。先に郵便に行きます。アリオス王からの届け物。はい、10個のキーエンブレムを集め、スタンプカードの光るマスを埋めるのだ。達成されねば計画は進まんと殺せよと書いてますけど、まあ今みなしクリアにしたのでこれは大丈夫。はい、もう一個なんだ。あ、これとある計画を実行に移そうと思う。はい、6種族の祭典ね、これね。はい、王座のまま、玉座のままで来てもらえ、はい、行きましたもん。はい、あとは魔風剣衣、これですね。
はい、私は魔風剣妃六星人の一人だ。勇者姫の盟友よ。貴公の実力を見込んでぜひとも頼みたいことがある。私の要請に応えてくれるのならば、ランドン山脈山頂付近の南部にある洞窟まで来てほしい。かつてない激しい戦いが貴公を待っているはずだ、ということで、これは邪神の宮殿と呼ばれるもので、僕のメインキャラの刑事の方のメインキャラの生放送では邪神の宮殿よく行くので、そちらの方の生放送のアーカイブなど今動画として残ってるので、まあ、そちらの方を見ていただけたりしたらいいと思います。8人パーティーで、行くコンテンツですね。はい、はい、みんなで行くと楽しいですよ。はい、まあ、もちろん8人パーティーなので、僕今の状態、僕1人とサポート仲間4人で、もう1人オートマッチングは この状態で参加しても大丈夫ですし、最悪ね、プレイヤー2人いれば大丈夫です。あとはサポート仲間でも大丈夫です。プレイヤー2人とサポート仲間6人でも大丈夫です。はい、要するに4人パーティーが2人、4人パーティーが2つあれば大丈夫なんですけどね。はい、あとコンシェルジュルーラストーンもらおう。はい、お帰りなさいませ。はい、あ、刑事様、ルシェンダ様と名乗る方からお預かりしている品物がございます。何やら特別なことを成し遂げたようですね。今後も変わらぬご活躍をお祈りしています。ではどうぞこちらをお受け取りください。はい、ルーラストーン、ルシェンダ様ありがとうございます。はい、ということでルーラストーンが、よし、新品の石が追加された。ということで、まあ、今回の動画はここまでです。バージョン2がやっと終わりましたということで、よかった、倒せて、本当倒せてよかったっていうか、うん、もうちょっとアンルシア、バージョン3になってもアンルシアがちょっとネタバレするとアンルシアが戦うシーンがあるので、アンルシアを育てておいても全然損はないんですけど、これからも育てておいても全然損ないんですけど、まあ、アンルシアを本当に、アンルシア全然育てなかったらレベル20なので、僕はアンルシアを育てたので、レベルアンルシアがレベル40で参加しました。なので僕は毒消しを、みんなに毒消しをやったりとか、聖水を、みんなに配ったりね、みんなに聖水を与えたりとかしても、僕はほとんど攻撃してなくても、マデサゴーラの覚醒した後の倒せたのは、もちろんこの今仲間にいるサポート仲間、まあ、自分のキャラも含めて、リーマさん、賢者さん命大事にしてね、賢者さんを支えてくれたっていうのももちろんあるんですけど、アンルシア育てておいてよかった、本当にと思います。はい、アンルシアがねレベル20だとね、ほんと厳しい、アンルシア全然育てないと、強いで倒すには、強いで、まあ、プレイヤーさんたちがいれば大丈夫ですけど、サポート仲間だけで、サポートプレイヤー自分一人で、あとはあと3人サポート仲間で、でアンルシアも全然育ってないとかなったら、ちょっと厳しいで、強いで倒すのは本当に。はい、これでもやっとだったからね、1回負けたしね。はい、で僕自身も耐性とか全然ないしね、毒とか呪いとかを受けまくりだったね、本当。麻痺もしょっちゅうしてたしね。はい、なので耐性装備は本当はあった方がいいんですけどね、耐性の指輪とかあった方がいいんですけど、まあアンルシア育ててれば、自分がお祓いして呪いを解いてあげたり、毒結霜で毒を消してあげたりね。なので
まあ、毒消し草と清水はたっぷり持っていきましょうということで、はい、よかったです。次回からバージョン3のこのストーリーすぐ行くのかっていうと、そうなのかな、なんか紹介されたクエストとかあるのかな。あ、これバトルマスターの今職業クエストを配信外でやってるんですよね、バトマスのレベル上げるために。はい、まあそれはいいとして、あ、これね、素材屋の新サービスね、はい、そのくらいかな。あとは邪神の宮殿のやつだよね。うん、まあなので特にすぐにやらなきゃいけないクエストもないので、まあバージョン3のストーリー進めることになるのかな、次回はちょっとわかんないですけど、次回までに決めておきたいと思います。また何かやることがあれば、また何かやることがあれば、他のことやるかもしれませんが、とりあえずバージョン3のストーリーかなと思ってます。はいはい、ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それと応援の高評価をクリックお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければフォローしていただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。